式大聖堂。おとなしくしてくれ。敵は単身皆流行るなって。あの獣一丁やりますか。ぼちぼち動くか。私の力見せてあげる。私ですか。はいはい任せて。もうアルフさんはいないんだね。外の世界は。えい。戦いの空気苦手だ。コンスタンツ・フォン・ヌーベル、行きますわ。焦らず戦おう。今鐘の落ちる音が。気のせいか。これは戦いにくいぞ。アピちゃん。あ、何ですか。赤き獣。受け止める。せいぜいこの勝負を一杯食わせてやりな。次行くぞ。次。さすがですわ。デスト。仕方ない。奥の手だ。
気をつかむ。手を貸す。相手の強を突いちゃおう。注意して動かないと。はい、頑張ります。手強かったな。警戒すべきだな。僕も行きます。これを使おう。戦いなので。
すべて終わったのですね。みんな、よくやってくれました。あなたには、あなたの母が、あの子はもともとか、あの日、あなた、その時、彼女、あなたの胸の中には、けれど私はあの子を、私を母のようにした暗い土の中に埋葬したと偽ってアビスに隠しと、それがアルファルドに見つかってしまい、このような悲劇。ユーリス、あの人は俺だって。そんなの知らねえよ。少なけどボルフクラ、あの人が道を踏み外したのが、言葉通り10年。そういうのやめようよ。随分と切り替えが早いんだ。そうだな、やるべきこと、まずは教団に事の結果、解放された俺の仲間たちも、まあ頑張って、私たちにできることが。うん、なんならお前の下についてる連中を。いや待て、身から出た自業自得。文句なら鏡さあな、教団内での公認も決まるだろうし。はい、確かに思えば。解散ですの？他の数奇教、もともとボルフクラッセは教団、そのあり方はいつしか歪み、ボルフクラッセは解体し、いや卒業って言われても、いきなり勝手に生きてけとか言われて。無論地下アビスは夜べ、あなた方を縛る、ま、元の身の上を考えれば。レア様、私ユーリス、あですが、不当に人を殺めた、それをあなたが深く。おい、微妙な顔す。そうだな、随分と決断が早いのね。ベルディアの魔導学院がどうしても私を欲しいというので応じたまでですわ。近いうちにテートにも。以前も魔導ハピはもうずっと、まあ気に入らなく。俺は借金が腐る。兄さんに泣きついて。俺とあいつは、まあ、さあ、ま、何部下っていう、そんな真歌が。そっか。あ、しかし心残りは。また一つ。もう私たちも、ああ、ろくでもないよ。お頭言ったそ、ま助けを求めりゃ優しくないせ。逆に言うなら、ああ、そ、じゃあ、おう、さらばですわ。それじゃあな、いつかまた会う日まで。